川中島合戦戦国絵巻とは、山梨県笛吹市の笛吹川河川で行われている川中島の戦いにちなんだイベントである。笛吹市で毎年4月に行われている桃の花祭りの最終日のイベントとして、また甲府市で開催される新玄港祭りの次の週の日曜日に行われてきた。2018年からは、歴史上の川中島の戦いにおける最大の 激戦であった第四次合戦から10日に合わせて開催時期を変更し、毎年10月下旬に実施される。信玄公祭りが出陣をテーマにしているのに対し、戦国絵巻は合戦をテーマにしている。武田軍と上杉軍の出陣から始まり、ひなわ銃の実演、総勢900人の合戦を経て、武田信玄と上杉謙信との一騎打ちでフィナーレを迎える。 謙信役をはじめ姫役や足軽など出演者の多くは一般公募から選ばれている。川中島の戦いは、戦国時代に、品濃国北部をめぐる海の国の武田信玄と、越後国の上杉謙信との数字にわたる戦いで、戦いの舞台となった長野県長野市の川中島と、同じ地名が、笛吹市、また近くで温泉が湧き出し、伊沢温泉として発展したことから、 観光客集客もかねて1979年から始まっている。以降毎年にかけて行われていたが、2011年に発生した東日本大震災の影響により中止となった。翌2012年以降は通常通り開催されている。なお2019年も台風19号による浸水の影響で中止となった。また2020年は、 新型コロナウイルス感染症の流行により中止となった。同じイベントが山形県米沢市の米沢上杉祭りでも開催されている。時期は川中島合戦戦国絵巻の後のゴールデンウィークであり、祭りのフィナーレとして武田信玄と上杉謙信の一騎打ちも行われる。なお、川中島合戦戦国絵巻でのひなわ銃の実演は、 米沢藩稲富流放術隊を米沢市から招き実演している。新玄港祭りは新玄港の命日である4月12日の後の金曜日から日曜日にかけて行われている。第34回、川中島合戦戦国絵巻参加者募集中止川中島合戦戦国絵巻公益社団法人山梨観光推進機構2021年1月7日閲覧 2020年、川中島合戦戦国絵巻開催中止。笛吹き観光ナビ事務局。2021年1月7日閲覧。ありがとうございます。